穏やか、風強い。寒い。だけこっち寄ってこんでよ。絡まるやん。ちょっと、魚見えんね。見えない。釣れるんですか、ここ。おらんっぽいよね。なさそう。嫌だな。今日の夕ご飯のおかずやろ。そうですよ。昨日お魚美味しいから。釣れたね。釣れたんすか。魚、魚影すらなし。魚影すらなしで釣りしたか釣りしたかっていうゲンが、うどんその間パチンコして時間潰しとったのに。パチンコ楽しいですね。パチンコは楽しいかさ。寒いでしょ。だって今日のみんなの夕ご飯釣ろうと。そうですよ。夕ご飯釣ろうって。そんなことせんでもお前、息は新鮮な魚食える店いっぱいあるぜ。たくさんあります。いやなんかね、喜びが違うよねきっと。マジ？多分。いや釣りもいいけどさ、パチンコしようぜ。てかもう私もうそろそろ日暮れそうやけんさ。そうですね、もう暗くなったというね、楽しみにね。はい、ちょっとおかずりって行くけん。おかずり、うん、行ってきます。何それ、何何おかずりだな。おかずりですよ。おかずりって何。新鮮なお姉さんやろ。ああなんだそういうことか。魚がいいね、釣れんね。ああカモン、今夜もモッパチスタート。狙え大当たり北斗市政バトル。本日はピンパークにお邪魔しています。はいはい、それではスタッフさんどうぞ。はい、ご紹介お願いします。はい、ピンパークのリオちゃんです。お願いします。お願いします。エリカです。お願いします。ユキです。よろしくお願いします。お願いします。いや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 、今日またね、打って変わってのお三方になりますけども、はい、なんか本番やけて掘り込んできたよね。さっきまでピシャって真面目に、うん、もうフルネームで挨拶しようだのに、もうりょうちゃんおかえり。あ、ただいまです。ね、あのピーパックさんの山口の方にね、はい、あのちょっと3ヶ月ですね。ね、出稼ぎの方に出稼ぎって。え、でもさっき聞いた話、明日また戻るんでしょ。え、本当ですか。いや、聞いてないんですよ。どんなドッキリやね。言ってもいかんこと言ったかも。せっかくあんたりょうちゃん帰ってきたんやから今日はね、まあ、こう、まあ、やっぱり美女リーダーだけあって美女2人してて、女性チーム。あら、エリカちゃん、初めまして。あら、いらっしゃい。緊張してますか。そうやろうな、緊張裏バシバシ来とくけど。ねえ、かわいらしい子来たね。本当に、チェさん、ね、これ隣に並びたいんじゃないですか。いや、ちょっと希少種なんでしょ、すまっ見てください、ほら、せいちゃんも肩抱けますよ、みたいな、ね、いや、素晴らしい、素晴らしい。はい、もうそろそろ戻ってきてください。え、そんなエリオちゃん、パチンコやんの。はい、お、好きなのパチンコ、パチスロ、どっちも、どっちも来い。やるやないか、たくましい、素晴らしい。じゃあ今日バンバンね、初めてけど、大当たり当ててね。ね、はい、もう春ですけど、ゆきです。そうです。ねえ、ゆきちゃんパチンコやんの。どっちかっていうとスロットの方がいいです。ほらほら、ここおるぜ。よろしくお願いします。ここおるぜ。いいな、同じ匂いがする。勝手に決めんなや。同じ匂いがする。え、そんなゆきちゃんからカレー修正の。お昼にカレー食べたの。あ、そういうこと。あら、上手やないか。腕上げたやないか。それでは、アミちゃん、ルール説明よろしく。はい、今回は CR 北斗の拳5覇者、こちらを使ってのバトルとなります。はいはい。一斉に打っていただいて、大当たりを7回目当てたチームの勝利です。うん、ちょっと待てよ。まあ、大体バトルスタートー言うて一斉に打ち寄るけど、7回目の当たり、え、どういうこと。7回目の大当たりを当てたチームの勝利です。うん、ほう。あ、じゃあ、え、例えばせいちゃんが3回当てました。はい、で、りょうちゃんが3回当てました。うん、で、7回目みよさんが当てました。当てました。ただ、はい、もっぱちも勝利。そうです、そうです、そうです。7回目の渡りね。7回目までは関係ない。あ、じゃあ6連チャンしてもらって7回目っていうのもありと。ありです。お、待てよ。うむ、北斗失礼の7にかけたな。やるやないか。腕上げたやないか。なあ、ナイスディレクター。わー、
どうせディレクターの指示でしょ。あ、そうなの。まあ、というわけでね、はい、まだ愉快なバトルになりそうですけど、まあまあ豪華プレゼント目指して頑張りましょう。はい、それではバトルよろしくお願いします。よろしくお願いします。今夜のバトルは北斗の拳覇者を使ってのバトルになります。今回は7回目の大当たりを当てたチームの勝利となりますので、大当たりのタイミングも重要となってきますよ。今夜のバトル舞台は P パーク。最新機種はもちろん、話題の機種まで充実のラインナップと、20スロ、4パチ、1パチと遊びの選べるホールになっていますよ。今回モッパチチームが勝利すると、こちらのコーヒーメーカーをプレゼント。モッパチチームが負けた場合は、レジャーにぴったりの一品、銅像宮の肉巻きおにぎりをプレゼント。はい、それではバトルスタート。あ、入ってた。入ってな。もう最高やわ。すごい。オールチームの勝利です。なんと開始からいきなりホールチームゆきさんが大当たり。ゆきさん早すぎですよ。持ってますね。バトルボードは残念でしたね。めっちゃ早かったですね。何回転ですか。やばいな、もう早いぜ。まあでも今日7回目は当てればいいんでね。まだまだあります。勝つ気あります。モッパチーム、今日もモッパチチーム勝ちたいと思います。だってね、今まで負け続けでしょ。次にチャンスが来たのはりょうちゃん。これは残念でしたね。これは当たり。アミ、お見事、当たり。バトルモードまでゲットですよ。天使だ。
久しぶりだな。修練のブランディークロス。分かってくアミ2連チャンで終了のようですね。これで大当たり3回目、勝負は7回目となりますので、まだまだ分かりませんよ。でもまだチャンスは、またもやりょうちゃんにチャンスが、今度こそ来るのか。ここも残念。今日はなんだか厳しい感じですね。りょうちゃん頑張って。次にチャンスが来たのは、なんとゆきさんが2回目の大当たりゲット。お見事です。ここで隣のミオにも大当たりが。これで大当たり5回目、どちらのチームが7回目をゲットできるのでしょうか。今回の勝負は7回目の大当たりがポイントになりますので、最後まで勝負は分かりませんよ。皆さん後半も頑張ってください。それでは気になる後半スタート。後半開始。ここで大チャンス、大チャンス。たった。ここで6回目の大当たりをミオがゲット。いよいよラスト1回、誰が大当たりするのか。ここでエリカさんにチャンスが。これは残念。残念でした。せっかくのチャンス、残念やったね。
んだけどね。なかなか白熱のバトルです。ラスト7回目をゲットするのはどちらのチームなのか。ここでアミにチャンスが。お見事、大当たり。モッパチームの勝利です。さあというわけで今回は見事モッパチームの勝利です。イエーイ、やった。いやいやいや、最後何バシって、なんかキリン柄とかも絡まず絡まず緑でした。緑、本当強敵ゾーンから。いやいやいや、まあでも気持ちよく当たってね、7回目の渡り認めてくれてありがとうございます。ありがとうございます。いや俺も横でね、強敵ゾーンバリバリ行ったけどね全部当たらずだったんで。やっぱ当たるときは当たるんやな。当たるときは当たる。キリンいらずやな。キリンいらず。へえ、まあでも当たるんですね。そうですね。当たりたかったよね。はい。ね、でも結構ね、いいリーチみんな出しましたよね。いいリーチ。いいリーチだ。例えば。例えば、挑発4回目まで行ったり。挑発4回目。言ったけど緑みたいな。当てれました。まあでもほら、隣で緑で当てた。当てましたからね。すいません。というわけでね、見事7回目の渡りはモッパチームが取れましたので、僕もプレゼントゲットしました。やった。まあ、次回また頑張ってまいりましょう。はい、はい、というわけで本日は、Pパークからお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、アミちゃんお見事やったね。ありがとうございます。ありがとうございました、ね、素晴らしい。もうあのルール説明の下りから大丈夫かなってことだけど一番理解してなかった子がね、7度目のあたりね。いや大したもんでしたよ、本当素晴らしかったです。なんか初めてやな、ミオな。何がですか。いやいや、Pパークさんで、うん、パチって買ったの。パチって買ったのです ね泣きのなんちゃらとかがないやつ ねもう前回まさに俺も今日のあの北斗のね、はい、あの悪者みたいに、もう甲羅パンパンにしてね、はい、腹の中の甲羅かもうトイレ走って行ったんでね確かに残念、腹が破裂することはなかったんですけどね。あの北斗も、うん、まあ、3回にわたって放送してきましたけど、はいはい、やっと勝てたんでよかったですただ俺は消化不良だったなまあまあね、はい、ちょっと当ててくれたんで、はい、じゃあ美ちゃん、はい、今週のキーワードお願いします。はい、キーワードはキリンいらず。おお、やるやないかキリンいらない。腕上げとるやないか、あんたな全体的に自分推しだね推してくるね。そうですね、うん、まあでも俺キリンどころかもう熱いリーチが欲しかったけどねほぼ俺映ってないじゃないかな多分ですね。なんかちょいちょい腹の中の甲羅からそうやって今映るんだよ。今だいぶしてますね。しかも前回のやつまあ今日バシッと当てたんでね、たくさんのご応募お待ちしております。もちろんこれまで、おやすみなさい。ついにパチンコプレイガイドがウェブに集結。パチプレ TV からオリジナル動画、もちろんプレイガイドエンジェルスの限定動画も見せちゃいます。ぜひご覧あれ。